今回は隣の億万長者が17時になったらやっていること、大富豪が教える一生困らないお金の仕組みという本をご紹介します。本書の核心は、幸せな人生を送るためには自分を真剣に応援してくれるコミュニティを作ることが何より大切であるということです。著者の島村義弘氏は10代の若さで起業し、投資家、映画プロデューサーなど多方面において成功を収められています。そうした経験から導き出されたお金持ちになるための法則を解き明かしているのが本書なのです。現代社会では会社に頼るだけでは幸せな人生を送ることは難しくなっています。著者はそうした時代にあって17時からでも社会資本、人的資本、金融資本の3つを同時に確立することが可能であると説いています。それは自分を全力で支え合う仲間との絆があれば実現できるということなのです。まず著者が提唱するのは秘密基地を作ることです。つまり価値観の合う人々が集まる場所を設けるのです。それがスポーツやサークル活動などの既存の集まりに参加することでも構いません。重要なのはそこで気の合う者同士が出会い、強い絆で結ばれることなのです。そうした仲間たちとは LINE や Slack、Facebook などのツールで常に連絡を取り合い、お互いを高め合っていきます。著者は皆を褒めまくる人が素晴らしい存在であると指摘しています。そうした人のもとに集まれば楽しくなり、自然と一緒にいたくなるでしょう。さまざまなコミュニティに属することで自分自身の意識も変わっていくはずです。その際大切なのは自分にふさわしい人々を選ぶことです。著者曰く、自分が属している環境やコミュニティが変われば自分の限界さえ変わるのだそうです。つまり周りの人々によって自分自身の可能性も大きく変わってくるということです。だからこそ自分を本気で応援し高め合える仲間を慎重に選ぶ必要があります。一方で著者は、億万長者になるためには億万長者から学ぶことが不可欠であると説きます。幸せな億万長者たちは毎朝早起きをし、家族のような仲間と楽しく働き、そして空いた時間にはサーフィンなどの趣味を満喫するそうです。そうした彼らの生活から学べることは多いはずです。そしてそれはほんの小さな習慣の違いから生まれているのだと著者は力説します。例えば自分から気持ちの良い挨拶をすることや、毎日少しずつ読書をすること、親に感謝の気持ちを伝えることなど、些細な行動の積み重ねが大きな違いとなって現れるのです。著者の言わんとすることは、単に金儲けの方法を教えるのではなく、根本的に人生観や価値観を問い直すことの大切さを説いているのだと受け止められます。本当の豊かさとはお金だけではなく、人と人との絆の中にこそあるのです。自分を全力で支え合える仲間を持ち、かつ学び続けることにより、一生心から幸せを感じられる人生を歩めるはずです。そうした視点から、本書は私たちに多くの示唆を与えてくれる一冊だと言えるでしょう。